そうね、2つほど空いたところだったね。まあ果たしてこれから先この絵に一体何が追加されていくのかっていうところだね。まあそれを画家の、まあ、精神世界を探りながら見ていこうっていう、そういう感じだね。じゃあやっていこうか。姿が浮き上がるってあれね、何の姿が浮き上がることやら。クソデカ BGM が流れてきたね。さて、まあ一応ホラーゲームだからね、明るいけど、まあびっくりしたりだとか、あとまあフラッシュだとか、あこういうのが多いからね。フラッシュだとかも多いし、こういうまあびっくりするような演説も多いから、怖い人は見ない方がよろしいっていう感じだね。あ、これはちょっと覚えてるかな。これは確かすんごい脚力でピアノを蹴飛ばすところだったと思う。よいしょ。はい、よいしょ。まあこの画家の脚力は凄まじいもので、まあこんな感じでピアノを蹴り飛ばすことができるね。このメモはあれだね、友達がなんか仕事を紹介してやるよって言って、それがなんかつらつらと書いてあるね。まあこんな精神病の画家にも友達がいたんだね。なんもないね。なんか点滅してる。今のはビビった。今のはガチめにゾッとしたな。今のはまさに息を飲むという感じだったんだけど、息を飲んだね。創造主の積み木。今度はちょっとびっくりしないようにゆっくり振り返ろう。創造主の積み木とは一体何なんでしょうね。あれ、ドアがなくなったけど、何なんでしょうね。あれ、あ、道ができてたね。音がしたね。ガラスの落ちる音だ。ん？あ、どうやらいつの間にか部屋に入っていたようだね。中には何もなし。人が寝たようなくぼみがあるベッド。唯一明かりのあるテーブルだね。6月忘れないで。6月の9日に何かがあったんだろうね。
扉があるね。わお、手が触れただけでドアが吹き飛んでしまった。やはり建て替えた方がいいと思うね、この家。多分ドアが脆くなってる。それか俺の力が強すぎる。いいベランダがあるね。なんかだんだんちょっとね、びっくりさせるような演出が多くなってきたっていうのは、これは多分画家が不安定になっていってるんだろうね。これまではなんかじんわり攻めてくるような感じの演出が多かったけど、まあ、かなりびっくりするようなだとか、あとまあさっきも言ったけど、ちょっと変な人物が出てきたりね。人物というか化け物というか、まあそういうのもあったし、多分画家の精神がだいぶやられてきているのかなと。愚かなやつら、バカめ、無知な連中とかいろいろ書かれてるね、壁に。不気味な絵だね。醜い、醜いだと。お前の注文は真実の肖像画だろう。だからこれを描いたんだ。どうしろとだ。その間抜け面に芸術的要素を叩き込んでやろうか。だって。まあ、これがその肖像画なんだろうね。画家は多分、精神を見て、その肖像を描いたのかな。画家から見た、その人はあんな不気味な笑いをしていたんでしょう。あ、鍵があるね。閉まってる。ここは比較的明るいし、何にもなさそうだね。これ押せないかな。あ、押せるね。押して、あ、オッケー、通れたね。まあ多分こっち側にも進めるんだろうけど、あの鍵のかかってる方に行こうか。ちょっとした小屋というか物置。それだけなように見えるね。物置だね。ささやくような声もないし、鍵の使い方間違えたかな。じゃあ行こうか。電話鳴ってますよ。電話が鳴ってますけど大丈夫ですか。はあ、また電話が鳴ってますよ。誰か家の人が取った方がいいと思う。おう、電話取れないね。まあ
もうちょっと行ってみようか。無限ループだね。まあこれさ、もう俺答え知ってるから、ちょっと今やってみたんだけど、まあパッと答えに行っちゃうか。これはまあさっきから声が流れてるけどね、あれは It's same、 まあいわゆる同じことだって言ってるね。つまり同じじゃないことをすればいい。ギャグ側にもあった。同じようにぐるぐる回り続けるのじゃなく、逆側に回ってみましたと。もしもし、私です。何、火事だって？そんな、彼女は無事なんですか？どこの病院です？すぐに行きます。なるほど、ガカムカカで一応奥さんを大事にしてたんだね。さて、じゃあ行こうか。ざわめき立つ記憶、不穏になってきたね。いたね。まあどうやら上下が逆さまになっているらしい。トラウマ的回想。まあこっから不穏になっていくんでしょうね。お、明かりがある。え、うん、どうやら元に戻ったようだね。じゃあ行こうか。ずいぶんざわめいてるなこの記憶。なんだこのスイッチ。うん、あ、大丈夫になった。はあ、回避可能だったね。 Hope is that、 Hope is that、 何これ、なんとかキラーマインドか。 M が N に見えた。切れてて。希望が精神を蝕む。このエレベーターはよく出てくるね。うん、今度はどっちにも回せるね。右が上昇かな。じゃあ下降で。下に下ると何があるかな。ここ下ったことがないんだけど。お、うん、あ、ごめん、コメント全然見れてなかった。
定期どう思う？選択の余地があるうちに諦めろ。ほう。あ、ちなみにこの箱には何が入ってんの？何も入ってない。いや、なんか書類が入ってんね。弁護士がどうやら精神科の怒り具合に辟易して送りつけたメモっていうところかな。わめき散らすな、暴れるな、できる限り一切人前に出るなって言ってるね。あ、初見さんいらっしゃい、どうも。今はホラーゲームをやってます。普段はちょっと雑談とかやってるんだけど。さて、またこのタイプか。おそらくドアを開けたら何か出てくるんでしょう。よいしょ。あれ？違った。あ、ドアがあるけど。ん？あ、壁の向こうは何かあるかな。なんもないか。ネズミか。なんか今日は随分びっくりするな。俺があんまりなんかびっくりすることって最近なかったんだけど、そのせいかな。お、ひねろ。あ、すげえ、ワインが出てきてる。ん？いや違うな、ちゃんと透明か、水は。こんなおしゃれな蛇口あったらいいな。色が濃すぎたからワインが出てきてるのかと思ったわ。はぁ、お、倒せる。すい、なかなかに腕力がある。あれ、あ、こっちにも行けるんだ。とりあえずこっち行くか。バスルームだね。トイレの蓋はカバカバできるね。ん？赤ん坊？赤ん坊が溶け出す描写が結構多いな。何かあるんだろうね。なんだこれ。あ、違うか、向こうの景色だ。これ何？ここを外して、はい、ガチャ。リンゴがあるだけだね。本当にこの画家リンゴが好き。あ、ちょ待って、声がちょっと悪い。デカめの咳払いをする。さて、ここはまた同じか。なんもないな。ん？ああ、大丈夫。別にまあよくある。
風とかではない。この部屋なんかありそうだな。一旦スルーして、いやスルーしなくてこの部屋に入るか。鏡があるね。映るだけだな。四方に扉があるということは、な、扉の向こうに何かがあるということよ。壁があったな。多分欠陥住宅だと思う。ここはかなりの欠陥住宅。行かなくちゃダメ。これゼルダの伝説時のオカリナの森の神殿で見たことがあるんだけど、リスペクトかな、オマージュかな。くら、ちょっと待って、ごめん、俺ですら見えないこれ。俺ですらちょっとごめん、よくわかんないくらい見えない。ここマジで暗い。あ、明るい。燃えてるな。さっき電話の中で火事っていう単語があったし、それを表してるのかね。その火事とかの燃えていく様。かけていた布が焼けるように燃えてくね。ん、あ、定期ありがとう。ピアノを弾けるな。は？いや、衝撃波強すぎだろ。超音波かな？いや、超音波かな？ああ。ん？一人でになりだしたね。重力になってる。あ、すごい、ラグドール状態になってる。もう全部動かせるね。え、あ、大丈夫。この中で物を動かして何か物を見つけろってことなのかな。めちゃくちゃ回ってるんだけど。なんだ、何がいるんだろう。再び真っ暗になったな。あれは。I needed to remove the flesh from the bone. 骨から肉を削ぎ落とさなければならなかった。最初はやり方に苦心したが、やがて手の子で切り落とした。それを煮込んで、骨を乳鉢に入れた。紛れもなく初めての試みだったから、乳鉢を手に入れる必要があった。それから、骨粉を白い絵の具の下地にして、素晴らしい下地になったよ。骨の粉、それを下地にしたんだね。絵の具の、血の絵の具の次はその下地のための骨の下地か。まあでも
この精神科、精神病にかかってる画家さ、両手両足ともに健在だったんだよね。誰の骨なんだろうね、これ。今までの流れで言うと、まあおそらく奥さんのなんだろうね。今までの中であったキャンパスも血の絵の具もすべて奥さんのものだからね。じゃあ行こうか、骨の下地。ああレベル上がってた、ありがとう、見てくれてるおかげですね。一層よくわからない絵になったな。なんだか獣のようにも見えるけど、焼けただれた人が十字架に吊るされているようにも見えるような、本当によくわかんない絵になったね。そしてまあ三つ目が開いたね。じゃあ四つ目に行こうか。What if you fail? Fail? よくわからないけど、まあ訳はもし失敗したら。失敗を恐れちゃう。